モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。今年夏祭りを開催したパラディッソ大分、実はキャンプ場なんですがレストランもあるんですね、はい、でここランチコースめちゃくちゃ美味しくって、コースなんで締め、それがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、あのすごく美味しいんでね、実はセットにして皆さんに家庭でも楽しんでもらおうっていうことで、これがね対象商品になってま す, そうですよ。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せください、はい、そしていよいよあと2週間とちょっとです。来週の木曜日9月14日木曜日、このモーニングジャムはララポート福岡で公開生放送やります。あの久しぶりの公開生放送で ね皆さんの前でおもろい家族披露するんですけど、このおもろい家族ですが、傑作選にするのかそれともいつものような感じの新作なのかっていうのはまだね決めてないんですけれども、うん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれではね、今日のこの時間は軽いもの紹介していきましょうか、はい、まずねこれ大好きなんですけれどもね、50代の女性誠さんですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。曖昧うろ覚え大臣の私、今回もやっちゃいましたっていうことですね。まあ大体こういうか、まあ人間ってね、うん、あの興味のあることとないことだから、そこんところで興味のないことには大体曖昧だったりうろ覚えだったりするんですよ。だからまあね、私もそのね全然この分野はうろ覚えだねみたいなことはありますから。あるんですか？どの分野ですか？まあ、うろ覚えっていうか知らないっていうふうに言った方がいいかもしれない、ね、知らない分野があるんですか？君の得意な美容だよ。あほーイエス。そうでした。何でも聞いて、それだけは。そこはね、はい、もちろんあっちゃんに教えを請わなきゃいけない。何でも聞いていただきたい、まあ、ただあんまりこう聞くことがないというね。いやいや、あんまりその美容に関してやって暇がないので、ね、曖昧うろ覚え大臣の私、今回もやっちゃいました。今年も熱く熱く盛り上がった高校野球、私昔から高校野球の大ファン、今住んでる福岡代表はもちろん出身の山口、うん、夫の出身の宮崎、さらに夫の転勤で移り住んだ北海道に広島に長崎応援するチームがいっぱいあっていいですね。でもね、もう面白いんですよ。忙しいですね。今住んでる福岡はもちろん出身の山口、夫の出身の宮崎、さらに夫の転勤で移り住んだ北海道、広島、長崎、夫の単身赴任先の鹿児島、愛媛、静岡。もうほぼ全部になってくるみたいな。今回は娘が進学した慶応義塾大学の兄弟校、神奈川県代表慶応義塾高校ももちろん応援しました。エンジョイベースボールを合言葉に、爽やかな笑顔とサラサラの長髪に汗をにじませながら楽しんでのびのびと野球をするプレー、野球をプレーする姿に感動、あれよあれよと決勝、そして優勝、本当に感動いたしました。プレーする球児はもちろん大応援団もすごかった。いいでしたね。球場が赤と青の慶応カラーに染まって、現役生はもちろんOB、OG、保護者、兄弟、姉妹校の皆さんで慶応の大応援歌の大合唱は圧巻。優勝を決めた日に娘に、慶応優勝したね、おめでとう、あの赤い血もすごいって LINE したら、若き血ね。あちゃー、一気にサスペンスムードになりましたっていう。曖昧うろ覚え大事、面白い。いやでもね、 LINE する時赤い血っていうどうかね。その変換した時にあれって、こんな
ことを言うかなってまあまあ興奮してたんでしょうね。そうですそうですよ。そんなことを言うと面白くなくなるだろうっていやただね僕は思ったんですよ。だから毎回こう優勝の喜びを味わえるんじゃない。そうですよねだってさ私の出身の山口や夫の出身の宮崎、夫の転勤で移り住んだ北海道、広島、長崎、夫の単身赴任先の鹿児島、愛媛、静岡もうさ8個はいやそして慶応義塾でしょ。そう、そうだから47分の1じゃない、え49分の1じゃないんですよね49分の10っていう見応えありますね。いやこれはね本当に、いやでも高校野球って、はい、どっちかに肩入れしないとそうですよ、なかなか楽しくないっていうのはあるよね、うん、ありますね、うん、僕もあのまあメジャーリーグでね、はい、日本人選手がいない試合とか見たりすることもあるんですが、やっぱどっちかに肩入れする、うんうん、スポーツって肩入れしないとやっぱ楽しくないもんですね見てて、うん、さあそれからね、これもいきましょうか。うろ覚えといえばね、35歳の男性の方、中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。我が家は妻と子供が2人の4人家族、休みの日車を走らせていたらペガサスの銅像があったんです、うん、すると4歳の息子が見て見てお馬さんね、角のようなものが生えていることに疑問を持っていたんで、あれはペガサスだよと説明しようとすると、すかさず私の前に娘が違うよお馬さんじゃないよ、うんうん、おすごいと弟の間違いを優しく教えてあげてるかと思いきや、あれはアルパカよアルパカアルパカそうするとうちの妻がすかさず2人とも違うよ、さすがお母さんだな、あれはラマラマもはや正解を言える雰囲気がないな。そうすると3人がパパなんと思うパパなんと思うあれはペガサスって言うんじゃないでしょうかへえ、なんかお腹すいたね、おい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 そんな感じなの、もうその話飽きちゃったのね自分の家族ながらなんておもろい家族なんだと心の中で叫びましたいいですねこれね何気ない風景なんだけど、うん、なんかこういうのがね実はかけがえのないことなんだよね。本当そうですよね、このほのぼのとしたワンシーンが、うん、子供がねもうペガサスを知ってしまったらねえね、うん、だから知らないことの方がいいっていうこともあるんだよ、私に言ってるのねそれは幸せよもちろん、これがかけがえのない時間なんですよ、ね、さあそれからね、あさみさん、中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。昨日朝から天気が良かったんで夫のシーツを洗いました。昼過ぎに乾いていたんで取り込んで布団にシーツを装着し、布団を三つ折りに畳んでました。すると、あ、そう、我が家はベッドだなく布団なんです、うん、夜になって布団敷いて夫も寝ようとしました。そしたらキャーという夫の叫び声、え、リビングから駆け寄っていったら茶色い物体が敷布団のシーツの上にいる、なななんとセミ、セミ、夫も最初気づかず子供のおもちゃと思って物体を触った瞬間シャリって言ったそうでどうした、どうした、セミも急にねあの、今の時期ですよね、死んだと思いきやっていうねマンションの廊下を歩いている時に、あーセミが引っかかっ
っていう激しいですもんね。もう最後に暴れちゃってドキッとするっていうね。本当そうです。そういうことがちょこちょこあります。以上、おもろい家族のコーナーでした。モーニングジャム